皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。で今日はですね、こちらシーフードピラフを簡単に作ってみたいと思います。カップラーメンで何かアレンジができないかなって検索していたら、日清食品グループがアレンジレシピを出してたんですよ。カップラーメンチャーハンとかカップラーメンチャーム蒸というのはよく YouTube で出ていて、まあ絶対美味しいだろう、やってみたいなって思っていたんですよ。でそれを探していたら、シーフードピラフって気になるワードが出てきたんですね。私はピラフが大好きなので、今日はこのピラフ作っていきたいと思います。ではやってみましょう。でなんと今回このシーフードピラフ、材料はこれとお米だけです。これだけで簡単にシーフードピラフを作ることができるということだったので、やってみたいと思います。まずこれを開けます。開けて、で具と麺に分けるみたいですね。さあ、だいたいこれで分け終わりましたね。これが具ですね。具とあと粉とあと麺に分けます。でこっちをあとはこれを叩き潰します。大体こんな感じかな。こんな感じにこんな感じに粉々にします。今ですね、炊飯ジャー持ってきました。で炊飯ジャーにお米ですね、1合お米入れて、お米1合を入れて、でさっきの入れます。であとはお水ですね。お水 210cc ですね。お水 210cc 入れます。あとはよくかき混ぜて炊くだけです。めちゃくちゃ簡単だよね。これで美味しければもう最高ですね。でこちらの余った具、こちらの具はここにお湯を入れてふやかすようですね。ちょっとこれだけ作ってきます。はい、やっと出来上がりましたね。結構ね簡単なんですよ。あとは味ですね。カップヌードルのシーフード味なんで、味は間違いなく美味しいと思うんですよ。開けてみたいと思います。それでは開けてみます。オープン。うわめっちゃいいね。めちゃくちゃ美味しそう。はい、出来上がりました。
ここにですね、具ですね、具を別でお湯でふやかしておいたんですよ。これを最後にかけて完成です。もうほんとね、作業工程はね、砕くだけなんですよ。めっちゃ簡単。それではシーフードピラフいただきます。まあね、日清さんのねシーフードなんで、間違いなく美味しいのは間違いないと思います。いただきます。美味しい、めっちゃ美味しいです。ちょっとご飯いちごを入れた分、シーフードの味が薄くなるのかな、ちょっと胡椒とか必要なのかなって思ったけど、全然いらない、このままいける。正直シーフードヌードル1個と米1合は多いですね。だからやるとしたら2人で1個、もしくは半分でやった方がいいかもしれないですね。ごちそうさまでした。日清食品サービスさんが公式でアレンジレシピを出してるとは思わなかったんですけど、美味しいですね。うん、本当に美味しかった。めちゃくちゃ簡単、砕いてジャーに入れるだけなんで、すぐできますね。しっかり美味しい。まあ最後ちょっとね、いちごやっぱり飽きるんで、最後の方はちょっと胡椒とか欲しいかなと思うけど、全然美味しく全部食べることができました。これからもアレンジ動画出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。またね。